Don't Look Up です。アダム・マッケイ。まあ、今回、レオナルド・ディカプリオ、ジェニファー・ローレンス。そして非常に面白い作品になっています。前に同じ監督で、バイスっていう作品の時にも話したんですけど、まあ、バイスの時は、まあ、クリスチャン・ベールのするチェイニー副大統領のことを話したんですけど、ちょうど今ウクライナとロシアが戦争をしている。それにもやっぱりこのバイスマンっていうかチェイニー、そうですね、チェイニー、チェイニーが当時はブッシュの副大統領なんですけど、2008年ぐらいですか、ルーマニアのブカレストで NATO の会合があって、でそこで、まあ、当時グルジア共和国、今ジョージアですよね、ジョージアとウクライナは今後NATO に参加を目指して進めていきましょうというのが可決されたんですね。でそれに起こったプーチンがその3ヶ月後にジョージア攻めていって、でその時はそんなにクローズアップされなかったんですけど、今と同じ状況ですよね、侵攻とか紛争とかやってますけど、明らかに戦争を攻め込んでいったっていう、そこからの流れでクリミア併合と同じようなことをやって、でウクライナに今ゼレンスキーに向かって同じことをやっていってるっていう、ロシアのだからずっと前兆があって、それもこのバイスのチェイニーがチェイニーとブッシュがまあ、詳しくはバイスの時に言ってますんで、政治に興味がない、国民に向かって、国民に興味がない、国民に無関心の政治家がもういろんなむちゃくちゃなことをしてるっていうのが今まさにウクライナと、当然そのチェイニーがそれを起こした時にはメルケルが猛反対して、いやそんなのやったらもうプーチンが暴れですか、絶対やめとこうって言ったのを押し切った。その前にはアメリカ国内で大統領長官がやっぱりこんなのロシアが絶対認めないよ、だからやめとこうって言ってるのにそれを押し切ったチェイニー。なぜ押し切るかっていうと、もう自分たちの利益のことしか考えてない。チェイニーとプーチンの戦いなんじゃないの、ゼレンスキーのことは。たった数人のやつたちの懐具合のおかげで、お金儲けしたいな、全世界が巻き込まれてるんじゃないのっていうのが僕の見立てなんですけど、これは。詳しくは前のバイスを見てください。まあ、そういうふうな、もう国民を国民として見てない人たちの、メリル・ストリートをする大統領が、ドント・ルック・アップ、もう地球が危機なんですけど、上を見てはいけないよっていう話です、ちょっと長くなりましたけど、はい、まあ、メリル・ストリープが女性大統領やってて、女性だからこう、何かこう、新しいこととか、いいことをするのかって知ったら、これはまるっきりしないっていうのが。ちょっとすごいなっていう、なんで今の政治家を、なんか女トランプって感じで、なんだ、なんだこいつっていう、そのあたりがもうやっぱり徹底的に、基本的には何を支持するじゃなくて全部こうなぎ倒すって感じ、どいつこいつのって感じで、ひどいですね、シニカルって言うんじゃなくて、そのあたり全部笑い飛ばすっていうかね、シニカルはちょっと通り過ぎてますね、とにかくちょっと悪いことじゃないことを笑ってしまうっていうな、ディカプリオ自身が環境問題にこうずいぶん前から関心を持って活動してるんだけども、それがやっと分かったのが本当の20年後ってみたいな、本当ドントルックアップじゃなくてドントルックぐらいですよね、ずっと警告出してる人は出してるのに、今アメリカなんじゃないのっていうね、映画的に言うとバイスの場合だと何者か分からない語り手がこうずっと語っていって、それ最後にその正体を荒らすっていうところで、あちゃーって感じ、ね、なるほどね、意思の断絶感っていうのはすごく出したんだけど、今回だと宇宙人が最後の方で飛んでっちゃって、あんまり細かく言えませんけど、それがもう前だったら宇宙行くのが意思解放であったったりとか、エクソダスって言うんですかね、新世界への旅路やったのがこう何や、もうまるっきり逆の方行っちゃってるっていう、
批判的な喜劇製品の塊みたいなのを作りたいっていうのはですね、笑えないんだけど笑ってしまうっていうか、全てが笑い事じゃなくなってきてます。全然笑い事じゃない。これまああの、ね、今ちょうどバットマンが公開されてますけど、ザ・バットマン全部通底する題材ですよね。もう笑い事じゃなくなってきてるよ、アダムマスケ今後もう楽しみです。キャストが豪華ですね、はい、非常にそれだけで見応えが、はい、豪華なキャストで本当にアホなアホなことをやるので、それはそれでね、見応えがあるって言い方じゃないんだろうけど、まあ、見応えがある。いや本当こんなにおかしくなってますよ。これはもう世界中、日本でも書いてあることしか読めず、自分の意思も関係なく間違っててもそのまま読む政治家がもういっぱいいる中で、世界中がもうドントルカップがテレビショー の、 あの司会者があの株価のことしか言えないっていう、株価なんてね、一部のね会社のものがもう世界の指標になってる、ドントルカップ。